結局交代はあんまり意味がなかったね。おお、危ない。レフリーどこだろう。ヨルダン、ヨルダン、ジョルダンですね。ヨルダンって書いてますね。冗談じゃねえや。ジョルダン。ね、先言われちゃった感じだね、俺ね。負けすぎないね。サッカー教室普及行事をね、全国にやってた時代に、あの読売クラブのその社長が来て、銀座連れて行かれて、監督をお願いできませんかっていう。で、僕はあの時に断ったのは、読売クラブ行ってね、優勝してもいいんですけど、日本は何が変わるんですかってね。今俺大事なね、畑仕事してるんだって。次の選手を探してるんだから、そういう仕事をやる人がいれば別ですけども、いずれあなたらに普及していい選手を送りたいよっていうのが、今の仕事はそれが大事だから断りします。で、その社長は読売から、あの静岡の系列のテレビ局を聞いて、彼がね、作家のこと聞きたいならセルジョ君に聞けてね、あいつは俺を断ったからなっていうね。ちょうどあのラモスとかいろいろまだ来てる時代に、まあ、あの読売クラブはもうプロ化したかったっていうね。この間ね、ある方と会ったんですよ。今あの盛岡でね、岩手でバスケットの2部リーグのチームの面倒見てる人が、まあ、一応もう定年になって結構大きな会社勤めていた人、彼と会って食事してたら、バスケットの話すると思ったらサッカーの話ばっかりするのよな。実はあのバスケットよりサッカーの方が通だってね。で、俺読売クラブでもサッカーやったんだから、もうずっとあのアマチュア時代に俺もサッカーやってた、そういう話して、松木は中学とかあの時代にはゴールキーパーやってたんだよってね。で、読売クラブに来てキーパーやってたと。そしたらオランダからコーチ監督が来たのね。で、松木を見てね、キーパーには向いてないよ、お前ちっちゃいからね、お前右のバックやれって言ったのね。そのオランダの監督が、オランダ人ってみんなでかいじゃん。それで松木がバックに変わって、読売のレギュラーになって日本代表でも試合できるようになって、もっとゴールキーパーだったの考えられるんですよね。来なかったらね、まだしばらくキーパーやったかもしれない。俺もね、見てないのそれ、見たいな。彼はまずあのボールギア厳しかったし、まあ、いいチームに入ったんです。彼は多分そんなに最初から技術はなかったんですけども、ちょうどね、あのヨナシーロという選手とかランモスとかね、そういう優れた個人技のブラジル選手がドンって読売に来て、読売の選手ら全員がね、あの技術が変わったんですよ、これがね。だからそういうところの流れで、彼も攻撃的なサイドバックだったし、昔バックは守ればよかったっていうね、そういうところが読売はちょっと違ったことはね。右に松木、左には津波ね。これはイエローカードあったら多分2人ともリーグで何回も退場食らってるじゃないかなと。仲間がブラジル人だからランモスとかのあたり行ってね、もう草サッカーやったのね。もう乱闘が多いのよね。そこでまだあのファイティングスピリットを磨いて帰ったっていうね。今でもあの仕事するときに行けとかね、ボルギア甘いよとかね、だからそういうところがやっぱり彼の一つのこうトレードマークだったと思いますよね。まあ守る選手でそういうのが必要だから、ね、よく彼はカーってカーってやるんだけども、まあイエローカードとかレッドカードの時代だったら多分ちょっと苦労した選手じゃないかなと思う。けどもあの読売クラブって日本リーグで汚いチームって言われてたね。やっぱりブラジル人が来てね、そういう技術が、まあ後で住友金属に G コーが来たりね、やっぱり違うんだって、ボルギアが激しくいかなくちゃって。
そういうところが日本はフェアプレーだから、あの日本の実業団って読売クラブはみんな汚いんだとかって言ってたんですけど、ね、まあ、あの結構ゴールキーパーから考えたらバックやったり監督やったり、それもあの優勝したりね、優勝するために変わるっていう、それは読売クラブのあの体制だったのね。負けて変わるじゃなくて勝ったら変わるっていうのは変化が必要だからっていうね、そういう時代なのね。これマンネリ化するには勝ったらね、あの監督が変わったらまた誰が来て どうなるんだっていう、そういうのがあるみたいですね。これダジャレっていうのはあのこうスピードが必要ですよ。一人言ったら言い返す、そう、あのパス聞こえる、誰かが言ったら誰か返すじゃないですか、ね、なんか黙ってたら負け気分になる。あとはやっぱりあの楽しますっていう意味ってね、やっぱり授業じゃないんだから、授業やる人多いのよね日本の、 あのレッスンをね、試合をこう授業にしてるっていうのは、サッカー知らない人はねチャンネル変えるよ。だから僕らあのサッカー知らなくてもね、あの楽しめるっていうね、ずっと試合にねもうこうだだって言ってもさ、危ないとかみんなイライラしてる時にほぐしてあげるっていう仕事じゃないかなって僕思いますよね。有名な監督たちはねすごいユーモアがあるんですね。これ真面目にやりすぎたらね疲れちゃうみんなね、だからすごいユーモアであのアドバイスするのね。例えばあの選手交代するときにね、ハーフタイムにね、おいみんな見習えてね、彼を見習ってください、パスはいいし動きはいいし、もうリーダーシップ最高じゃないんですか、はい交代要するに足りないものを全部褒めてるのよ、ね、それで交代するのよ、ね、そういう皮肉っぽいことをあのやるんですけど、僕もあのデビューしたときにハーフタイムに僕だけをあのトンネルに降りるところのロッカールーム行くところに階段の上で監督が僕だけ待ってて肩を組んで降りていったね。それでロッカールーム入るときに、セルジオ君後半もお願いできますって言ったら、俺いや大丈夫、俺全然まだ元気だよって言ったら、それは彼がね、当たり前だもんな、お前前半何もしてないよって言ったそれだけが僕の指示だと。そして後半も頭に来て後半がもう動くよね、ここあのそれに刺激されて、して結構プレーができてアシストにもなって勝ったのその試合で、また僕はあのそこで待ってるのよ、あの女のところで、また肩組んでね、セルジオ君後半は良かった、昨日お前はサッカー人生に45本損したということを忘れるなって言われる。面白いでしょ、その日本の監督ってそういうことしないのね、こうだだってもう理屈で黒板とかね、だからそういうところがこうあの引き出すところと、こういろんな話術がうまいんですよみんなね。代表する J リーグのチームでタイトル一番取ってる、勝負強いっていうね、もう喋るし怒るし、ね、決断も早かったっていうリーダーシップが持ってるじゃないかな。時にものすごいミドルシュートを決めたりね、決勝のフリーキックを取った時にね、外国人もいるんだよ、朝日さん、で彼がいつも蹴ってないんですけど、もう見事な、それで優勝させる。ロムスカシスラルメオカナオ。